ブロードはホンダ技研工業がかつて製造販売していたスクータータイプのオートバイである。1995年1月12日発表、同月30日発売。1994年に発売されたキャビーナの姉妹車で最大の相違点は屋根を廃止した点にある。上述した屋根の廃止を除くと基本的にキャビーナとは共通設計で、 大容量、メットインフロント12インチホイール、大型ウィンドスクリーンなどは共通する装備である。排気量面でも同様に 49cc、89cc のにモデルが製造販売された。搭載された空冷ニストローク単気筒エンジンはリードと共用のの AF20E 型、HF05E 型。車体色はキャビーナと共通の紺色と黒色が設定された。 ベース車両のキャビーナでは、屋根の装備により重心位置が高く、ローリングに対する慣性モーメント並びに、全面投影面積の増大といった欠点があった。このため屋根を廃止し、約 10kg の構造物を高い位置から除去。この結果キャビーナで、風洞実験を重ねて実現した空気抵抗低減が、本モデルではいかなく発揮され、さらに大型スクリーンの装備で CD 値を、 当時のスクーターとしては最小限に抑える効果もあり、大きめの外見とは裏腹に、空気抵抗は標準的な 50cc 級スクーターより低く抑えられ、同クラスの他車種よりも巡航時の燃費性能は良駕し、安定性が高いことが特徴となった。また車体面では低くゆったりをコンセプトに提案。これらは同社製 125cc スクーター JAF レイ型。 スペーシー125の1.255メートルより長い1.280メートルのホイールベースやフュージョンに次いで低い670ミリメートルのシート口に見られるほかバッテリー、燃料タンクなどの重量物を車体中央部の低い位置に集中配置するなど徹底した低重心設計とされた一名乗車とされたシート下部の大容量をメットインは 交渉36リットルと標準的な 50cc 級スクーターの約2倍である。収納スペースはこの他にハンドル直下左右に容量1リットル程度の鍵付きグローブボックスとメーター両脇に小物入れを装備する。またバックミラーはボディマウント折りたたみ式とされた。表だったモデルチェンジは実施されてないが細部の改良や パーツ差し替えは数字にわたって実施された。250cc クラス以上の充実した装備と標準的な 50cc クラスより良い使い勝手が共存する実用的なスクーターとして設計された反面、製造コストの上昇が必然的に伴い当初の実売価格は約20万円と標準的な 50cc クラスの2倍近い高額。さらに、 排気量の割に大きく重い車体は鈍重で扱いにくい印象を与えたことから販売面では苦戦を強いられた。さらに1999年から排ガス規制が強化され同一エンジンを搭載していたリードは触媒採用の新エンジンに乾燥の上フルモデルチェンジが実施されたが本モデルは生産台数が均硝で販売実績回復の見込みも立たなかったことから 同年7月に製造終了となった。ありがとうございます。